Alright, what's up guys? It's Epps Gaming here, and we are about to do the part 2 of the Moonlight Merriment part 2, yeah. Event story quest, so let's do that right now. Let's go. Okay. Let's paying attention more to the chat, but yeah. Here we go. Exciting, who we're gonna meet this time. I don't know how long this event story is gonna be. And whoa, is that who I think it is? No way. He's finally here. シャンリンか。ちょうどいいところに来た。あんたの話をしてたところなんだ。北斗さんがあたいたちを船に招待したいとさ。船の兄弟たちが会いたいって言ってるらしいぜ。Okay, Shinyan. Rock musician based in Lie. We finally get an introduction to her in a quest, in a story quest. Nice.Okay, fireworks go out of place, into your harbor, she's the one. お前ら本当に仲がいいんだな。北斗姉さんと深淵は私の常連客だからね。たまに北斗姉さんの船で食事の世話をしたりするんだよ。それに最近、深淵も船でライブしたいって言ってたよね。最高の音楽はみんなとシェアしなくちゃな。いつか時間があったら、あんたらも聞きに来てくれよ。そうだ、私、今年の料理王決定戦の決勝に進んだんだ。試合で出す料理を作ったんだけど、みんなに一食してもらいたいの。おお、いいぞ。ちょうど酒のつまみになる。ああ、腹が減ってたところなんだ。早く食べさせてくれよ。おひょー、このフーロンジービン最高だぜ。こんなうまい料理をつまみにできるなんて幸せだな。なんだかみんなすっごくテンション高くないか。フーロンジービン、お食べください。水晶エビ、この3つの料理は全体的に薄味な感じがするな。これ三つとも薄味って言えるか。私らいつも海の上を行き来する人間は常に選択肢というのが少ない。特に遠くへ航海する場合、食料を節約しなきゃならないんだ。だから陸に戻った時ぐらいはちょっと脂っこい熱々の料理が食いたいんだよ。
北斗と行幸の好みって全然違うよな。そうだな、北斗さんの好みはあたいやシャンリンに似てるんだ。行幸、あの女とは反りが合わない。好みが違いすぎて一緒に食事ができないんだからな。でもこの前話してた時は仲良さそうに見えたぞ。力が拮抗してるのも一種のバランスなんだよ。そういえばあいつが食べてた白菜のお湯煮を見た時は呆れて物も言えなかったぜ。すげえわかるぜ。白菜のお湯煮は確かに上品で見た目が綺麗かもしんねえけど、味に面白みがない。やっぱ口に入れたら炸裂するような味の料理が一番だ。私の試作料理、深淵も薄味だと思う？薄味というか、なんだかリズムが足りないって言えばいいのかな。同感だ。味は申し分ないが、大会に出すと考えるとちょっと気迫が足りないな。リズム？気迫？料理にそんなもの必要なのか？リズム、気迫。シャンリンならリズムを理解できると思うぜ。ただあたいはミュージシャンだし、料理に関しては素人だ。あたいの助言なんかそんな気にしないでくれよ。そんなことないよ、深淵とオクト姉さんの言う通りだ。リズム、そして気迫。うん、なんだかつかめた気がする。私も料理しながら同じことを考えてたんだ。新しい組み合わせなのになんだかビビッとくるものがないというか、ズバッとくる一撃が足りないように感じてたんだよね。なんだかつかんだみたいだな。でも料理と音楽に共通点があるのか？余計何言ってるのかわかんないぞ。オイラをからかってるのか？よし、改良の余地が見えてきた。おお、うまくいきそうだな。思い切って挑戦しろよ。あんたは優秀なんだから絶対に優勝すると思うぜ。シャンリン以上の料理人はリーウェコーにまずいないからな。そうだよな、北斗さん。なんだかんだ言ってシャンリンは私が一番見込んだ料理人だ。私が認めるようなやつはこの世にそういないんだぞ。私頑張るよ。ありがとう。それじゃ応援してるぜ。私は深淵と一緒に一旦船に戻る。シャンリン、あの二人は好みが偏ってたけど大丈夫なのか？薄味が好きな人も探してみたらどうだ？確かにね、北斗姉さんは油多めの熱々料理が好きで、深淵は辛いものが好き。念のため他の人の意見も参考にした方がいいかもね。薄味が好きな人、旅人、誰か心当たりあるか？誰のことだ？なるほど、確かに薄味だな。じゃあもう一回ボージョラ館に行くか？なになに、誰のこと？この前会えそうで会えなかった人のことだぞ。あ、思い出したぞ。名前を呼んだら駆けつけてくれるんだったな。でも名前を呼んだだけで本当に聞こえるのか？もう少し静かで町から離れた場所で試した方がいいかもな。深淵。 Isn't almond tofu? I guess it's a little mile. Welp. Okay, here we are. じゃあ、三人で順番に呼ぼう。え、私もやるの？オイラが最初な。コハン。何も反応がないみたい。
ことだ。しょーおい、まさか来ないんじゃないか。つまり呼んだら駆けつけるってすごい人があなたたちに約束してくれたの？で、オイラたちとじゃなくてこいつとだけ約束したのかも。なるほどね。じゃあ旅人が試してみようよ。パイモンたら勘違いしちゃって。る残念。なんだ。うわ、本当に来た。我の名を呼んだだろう。どうした。約束したことを我は必ず守る。あっという間に駆けつけるなんて、さすが仙人。え、仙人なの？ショーって呼んでいいのかな。こんにちは。私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの。私はシャンリー、料理人です。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて。客？我がか？はい。あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。お前の願いであるならよかろう。やったー。はん。どうだ、食べられるか。無理するなよ。なかなかに微妙だ。お前のその手際良さはある料理人を彷彿させる。お前はそいつと同じで心を満たすいい料理を作る。二人とも悪くない腕だ。おい、ショーが言ってる料理人って現象のことじゃないか。強いて言うならば、この二つの副菜は我にとって味が少々濃かった。少し手を加えればより良くなるだろう。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かはお前が決めろ。うんうん、副菜の味薄めっと。メモしたよ。仙人さん、ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。またいずれ。本当に来るとはな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。冗談だって。旅人パイモン、いろんな人に試食してもらってどうしたらいいか分かったよ。おお、よかった。苦労した甲斐があったな。この考えを形にするため、帰っていろいろ試してみるよ。本当にありがとう。そうだ、決勝戦は玉境内でやる予定だから必ず見に来てね。おう、応援してるぜ。うん、勝ってみせるよ。シャンリンのやつ順調かな。様子を見に行ってみようぜ。 Yeah, right. Did Xiao really ignore Paimon, or is it he takes some time to come over? Because they were expecting him to come, like, arrive, like, pretty quick. So maybe he just took some time, not just traveler. I don't know. Time works differently in game.Do we have enough time for night? Yeah. Decent. Yeah, he probably is traveler. Paimon's. Maybe he finds Paimon to be annoying as well. Oh, it's getting noisy out here.
何か考えてるみたいだな。ブツブツ独り言つぶやいてる。うん、ジョジョジーリーウェサンス水晶エビ、今作ってる料理かな。聞いただけでよだれが。食べびと、オイラにも作ってくれ。でもさっきの料理作れるのか、見たことがあるだけで実は作れないんじゃ。もし作れないなら近くにレシピがないか確認してみようぜ。食べてみようかな。貯金した方がいいだろうか。Wait, what? So we learn recipes and learn, learn recipe for time one, two, one. Wait, which recipe should we learn? For Paimon's favorite dishes. What's your favorite dish? What? Is it this one? Yikes.Who knows? Just buy this one. Probably wrong, the wrong answer. What's this supposed to be? Oh, I just need to learn him. Learn. Here we go.Yeah, right. Do we really have to learn them all? No, I just bought one. Can't watch in 1080p. Okay, here we go.Dun, dun, dun. So yeah, I just decided that all of the playable characters have some story, some dialogue in the game at least already. There's some interaction with the traveler of sorts. Oh, okay. So I have to wait? He has to be in the daytime? And yo, Yanfei!We also have Yanfei in there, so that's where she comes in. We heard her voice in the previous special program when they announced this event. Let's go. 今年のリーウェ料理王決定戦の決勝へようこそ。私は委員会に指名され、今大会の審判兼司会を担当することとなったエンヒだ。あ、エンヒだ。エンヒもこの大会に関わってたのか。今年の料理王決定戦はリーウェ七世主導のもと、さまざまな機関が運営に携わる大会となっており、予選と決勝戦の2段階に分かれている。すでに予選は終了し、リーウェの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた。本日その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている。決勝はこれよりこの場で皆の前で行われるぞ。審判として私は委員会とリーウェを代表し、決勝戦の公平と公正を保証する。続いて本大会の審査員を紹介しよう。審査員は委員会の者と観客に分かれている。委員会の審査員はこの3名だ。テンチュエン、行幸殿、ユーヘン、国政殿、そしてベテランの食通天王寺。この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び、両選手の料理を味見していただいた後投票をしてもらう。つまり
計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。票数の多い方が今年の優勝者だ。おお、盛り上がってきたぞ。それではいよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ2人とも左に立つは敵歌集予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭、現象。よろしくみんな。わあ、現象も決勝戦に進んだんだな。でもなんだかすごく緊張してるみたいだぞ。現象、いつもの調子を出せ。お前はオーナーと支配人の自慢だろ。お右に立つはリーウェ校予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。あー、そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物、クーパーだ。みんな、私頑張るよ。さあ選手たち、私に宣誓を。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負することを誓ってくれ。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。私も公平公正平等を原則に決勝戦を見届けよう。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します。私は天竺園行幸、主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわ。テーマは陸水の儀よ。陸水の儀、今年の月酔い祭の食とサンガにぴったしだな。大地と水の流れ、その両方を表現してるみたいだ。奥が深い。本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。提出する料理は審査員の好みを狙ってもいいし、実力で会場にいるすべてのものを魅了するのももちろん歓迎。それでは二人の活躍を期待してるわ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらう。それじゃあ準備はいいかな。ではリーウェ料理王決定戦決勝始め。みんなにお前の実力を見せつけてやれ。旅人とパイモン試合を見に来てくれてありがとう。安心して、最高の料理を作ってみせるから。よし、始めるぞ。いつも通り、まずは火を起こそう。 Oh man, we actually have to do it. Okay, where's the stove? Here? Go. 料理の時間だよ。 Nice. 今日は副菜の味を薄めにって言ってたよね。そうすれば主菜の味が引き立つし、深淵の言ってたリズム感も引き出せそう。でも味が薄すぎると仕上がりが弱くなる。水晶エビに砂糖を加えて味を引き立たせよう。I don't know what. Do you have to take salt or pepper? I don't know. Delicious shrimp. Wait, Ushan. I remember shrimp is crystal shrimp or yikes. I'm so bad. Let's see.リーウェ算数は元から薄味だから、副菜同士の味もうまく分けないと。主菜側が用意した出汁は香りが強いけど、しょっぱさが足りないね。Triple layer consomme. I should probably hear the dialogue. ジョジョジーは今日の主役だから、迷わずみんなの助言通り少し胡椒を入れて風味をアップさせよう。
Yo, I'm so bad. Did you see what? Pepper? Okay. Giant chili chicken. Giant chili chicken. Which one's that? Oh, here we go. Now we can finally make our first dish. I'm so bad at it. The first two dishes, I couldn't find the recipe. Oh, you just pick any random? Wait, what? Okay, we got one. Are? Genshou no yosu ga nanda ka hen. La la la. Koopa! Oya oya. Otto, kaijou de chinji ga okiteiru yō da. Shanrin senshu no nazo no suketto ga taisen aite o tedasuke shiteiru? Shinsain no minasan, kore wa dōyū koto nano darou ka?この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況は一体？問題ないわ。それに、その助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。はっはっは。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのまま見届けるとしよう。これについては、私が説明するわ。この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そして双方が今大会の規則に違反してないことが確認できてるわ。シャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもある。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば、薪で火をつけようが、助っ人を使って火をつけようが大差ないわ。みんなが心配するのもわかる。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて、確かに変な光景だもの。けど今は同じように元祥選手の傍らで元祥の応援もしてる。つまりこの助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ。味方もその相手も励ましている。公平な助っ人よ。そうだよ。グーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元祥のそばに行ったのもきっと元祥の緊張をほぐすためだと思う。みんなに保証する。グーパーは試合の邪魔をしない。というよりも元祥が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな。私も傍受旅館で元祥の料理を食べたことあるんだ。彼はすごい料理人だから、本当の彼と正々堂々勝負したいの。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？文句などない。あのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃ。ということで、我々委員会と審判はこれを認める。よって試合は続行だ。元祥、大丈夫？俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しまって。くそ、こんなに手が震えるなんて。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったから、いい方法を教えてあげる。心の中で平気だって繰り返すの。もしくはお父さんのこと思い出して。親父を？そんなんでいいのか？だって私はそうしてきたんだもん。だら、じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、お前は戻ってくれ。俺は大丈夫。俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからな。ならないよ。だって料理は完成してるもん。何？俺も負けてらんねえ。うんうん、その息だよ。凄腕なんでしょ？本気出して。この前元祥が作った料理は最高だったよ。俺は、そうだ、俺ならきっと大丈夫。シャンリン、あとそこの、とにかくありがとう。すぐ仕上げるから。時間だ。
両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理は主菜ジョジョジー、副菜リーウェサンス、天津水晶エビ。料理のテーマは陸水の儀、海と陸地の両方を、つまり獣肉と鶏肉、そして海鮮を使ったの。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ。絶雲の唐辛子は山々で育った山の幸で、鶏肉は空からの恩恵だね。リーウェサンスーにも鶏肉を、そしてハムとタケノコを使ってる。この料理も山の恵みを感じられて、辛さと鮮度、暑さと冷たさが絶妙なバランスをとり、ジョジョジーと相性がいいの。最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理だよ。米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包み、プリッとした食感に仕上げてある。エビは海の贈り物、米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合い、ほんのりと甘みのある味になるんだ。最後の一品にぴったりでしょ。素晴らしい解説だった。続いては元翔選手、料理の紹介を。俺の料理は仙腸椒、ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸地を意味する。空を飛ぶ鳥、地を歩む獣、泳ぐ魚やエビ、俺が使った食材もこれらのものだ。仙腸椒はリーウェの名物料理。俺はボージョ旅館の料理人として、この料理こそが旅館の切り札だとずっと考えてきた。この料理は複雑で、食材の扱いが非常に困難だ。燻製したハム、カニ、エビと松茸を使用してる。この試合に敬意を表すため作った主菜だ。副菜のミントの和え物はすっきりとしていて、仙腸椒の濃厚な味とぴったりだろう。そしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。濃厚なスープを一口飲んだ後に食べると、これ以上至福な時はない。うわー、こんなに離れてても香りがここまで。もう我慢できないぞ。それでは審査員の皆さん、どうぞご試食を。素晴らしいわ。どちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね。エビのポテト包み揚げをもう一つ、いや二人の料理をもう一度味わってみるわ。シャンリン選手の発想は実に面白い。冷菜を主菜にするとは大胆なことをしておる。このジョジョジーはとても独特じゃ。冷菜とはいえ唐辛子は炒めてあって、ほのかに熱を感じる。噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり、実に素晴らしい。この仙腸椒、とても美味しいわ。リウエサンスーの味付けもちょうどよく、上品な味わいね。素晴らしい出来だわ。それでは審査員の皆さん、じっくりと考えて投票してくれ。また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう。幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼む。くーい、おいらたち選ばれなかったぞ。どうして審査員にしてくれなかったんだ。本物の食通なのにおいらに審査させないなんて損してるぞ。こんなに美味しい料理と凄腕の料理人がいっぱいいるけど、オイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな。皆さん、お待たせした。投票結果の集計が済み、その結果が行幸殿に渡された。それでは行幸殿、リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のリーウェイ料理王決定戦の
優勝者は。ドキドキ。一票差でシャンリン選手の優勝。やったー！おー！接戦だったみたいだな。やっぱりか。分かってたさ。激しい勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーエコー地区のシャンリン選手が一票差で敵カシュー地区の元勝選手を破り優勝。勝負は必ず決するものだが、票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。二人とも優秀な料理人であることは間違いなし。全力を尽くして戦った二人に拍手を。観客の皆さん、リーユへの皆さん、大会へお越しいただきありがとう。審判のこの私が、試合結果は公平なものであり、今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する。大勢のご来場に感謝します。またお会いしましょう。ああ、帰る際は他の人に迷惑をかけないように。それと忘れ物がないかよく確認してくれ。シャンリンのとこに行ってみよう。Okay, well now, I guess failing the cook two dishes didn't affect much. Okay, let's all this. Let's just see what's happening here. Gensho, 今回は私の勝ちだけど、あなたの料理一口だけ食べてもいいかな？もちろんだ。俺にもお前の料理を食べさせてくれ。さすがだ。負けを認めざるを得ない味だよ。はあ、この船長賞もとっても美味しい。美味しすぎて涙が出ちゃいそうだよ。気に入ってくれたということは、お前は見る目のある料理人だ。うん、私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人にとって食は何よりも大切で、お客さんがいるからこそ食文化は存在する。家庭料理を甘く見ちゃダメだってね。お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだな。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。あんなにいい料理を作れるのもうなずけるよ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなってるからね。約束だぞ。旅人パイモン、お待たせ。さっきの料理は食べられた？まあまあ、その話はやめてくれ。審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない、戻ったら作ってあげるよ。本当か、やったー。ああ、そういえば私と元将に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。高級食材セットと賞金が送られるらしいの。だからちょっと行ってくるね。後でまた会おう。行っちゃったな。まあ嬉しそうでよかったぞ。あ、そういえばさっき国政が行幸と一緒にどこか歩いてったな。大会に関する用事でもあるのかな。あとで心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ。OK, look for cutscene. Yeah, she was giving a weird stare earlier. Maybe she didn't have enough golden trip balls. Yep. Hey, cutscene.
来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか？旅人、ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか？いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、どうやって言おうかしら。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私欲を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ、ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え、国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない。それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中で、たまに船で木々で対局するんだって。行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。旅人、シャンリン、そういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。That was the first thing I thought of after the, like during the event and their cooking. What's gonna happen with the statue? What? 庭で雨の音を聞くのが好きですが、 Rain? 少し贅沢すぎますね。 Hello? Yikes. Anyway, you're gonna have to go tonight for this section, probably.This segment of the quest. Does it stop the rain? Yep, it did. Nice. Alright, let's see it.
No one's here, so don't know what to expect, huh? And the rock is still around. Oh? What's this? Check the large rock. Alright, I see it. Okay, no. Is it a change of wood? So.試合はあんなに盛り上がってたのに、まさかあの試合じゃかまど神を蘇らせることはできなかったのか。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなって。そうだろ、シャンリン。うん、時間があるからもう少し待とう。それにみんな一緒だから退屈もしないでしょ。そういえば国生、いいお知らせがあるんだ。この前もらったレシピなんだけど作れそうだの。師匠が試合前に来てくれて欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。今ならきっとその料理を作れるよ。すぐ場所を探して作ってあげるから少し待ってて。シャンリン、そうだ、旅人も一緒に来てくれる？ん？シャンリンのやつ、元将に勝ったばかりなのにオイラたちに挑戦するのか？違うよ、レシピを集めるのが好きなんでしょ。旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだ。そうだったのか、オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。な、何よ、料理を作るんでしょ。ほら早く行ってきなさい。Wait, we got the recipe already?Just have to cut scene one more time. Shinzo wa yomigaeru no kashira? Wait, what? That's it? It's still part 3 of the event. You know, the climax for the event. The story hasn't come yet.What do you need to do? Just cook it? Recipes in our inventory, so we're gonna open it up and then learn it, cook it, right? Is that the one? Chili, mince, cornbread, buns. Alright, let's see it. Yeah. I thought we would see Shangling here, but it's not. Chili, where is it?Am I missing something? Oh, here we go. Oh, barely, almost didn't get it. But we got it. Let's get one more. Ooh, we got a double. Nice. This one's good, defense to it.Yeah, quite strong, I think. We compare 25, 35, 165. Yeah, it's the same as. It's a 4-star, it definitely has to be strong.私と旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。どうした、そんな顔して。私、これがあのレシピの味なのね。失礼したわ、シャンリン。
旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当に？よかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時に、この料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことは、レシピがなくても作れたのか？うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか？この料理だけど、私が思うに、おそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。さまざまな本を読み、元王帝君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七政の一員となった。それ以来、元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながら、あの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は私の家に代々伝わってるらしいよ。うちではピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。ふうふうふグオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日、洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後、うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来、この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら、石を見ろ。爆発した。これはグオパー、どういうこと？あれ、ピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見ろよ、この心臓、まるでグオパーみたいだぞ。ほっほっ、そうじゃ。何せグオパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。グオパーが魔人？あれ、にぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしに聞いたじゃろ。あれの答えは、ぜでもあり、ひでもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いをかなえるため身を粉にしてきた神。この神にとって、
心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが黒星があの料理を食べた時、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？あ、ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの、過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げられておる。魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、火災、病、リーゆえの力、災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。リーゆえに最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。かまど神の魔人。司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこをキリシュと名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると、人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は、知能が下がり、
別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とロカの神王を帝君とわしに告げると長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーウェのようにも。天地の恵みにより雨と風の祝福を受け、山海が歓喜する。星が巡り世は遷移したが、世界の本質は変わらない。名を馳せようと職工を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の諸事は激動に流され、新たな才が現れた。食とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは至上の霊気をいただくものであり、飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから、同時にそれは最も重要なことでもある。人は生きていく以上、空腹を満たさなければ力が出ない。そして食べるということには大きいものから小さいものまで様々とある。小さいものとは米一握りを食し、岩に流れる水を飲み腹を満たすこと。大きいものとは月と星の甘露を壺で飲み、千年の道を導くこと。うるき友よ、あなたが眠っている間、リーユエはすっかりとにぎわい美しくなった。嬉しいかのう。クオッパ、こんなに大事なことなんで教えてくれなかったの？ねえ、もう昔のグオパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。グオパー来なかったらシャンリン。シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩みから解放された者などおらん。わしらは知恵と心を持っているゆえ、自然と様々なものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と勇を併せ持っておった。前線で戦ってきた分、今は休ませてやろう。こうして何のしがらみもないのは休めている証じゃ。この子をもっと大切に。一緒に旅をして様々なものを食べ、世界を回ってあげなさい。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれた。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。
そしてシャンリンが再現して作った料理を認めた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる。昔のことを思い出せなくとも、グオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えた。じゃからこそシャンリンについて行ったのじゃ。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすごい料理人だわ。うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。旅人パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。師匠も久しぶりにうちでご飯を食べない？お父さんは師匠のことをよく心配してるの。師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったか。ならお言葉に甘えてご相伴に預かろうかの。さあ、この古い道をゆっくりと進むんじゃ。山を降りてリーゆえの皆の様子を見てみるといい。Yo, okay. That revelation, though, I called it. Goba. He's the stove god after all. Okay, yeah, let's head on over. Where do we need to go? Here, okay. So it's not just me that missed out on that Xiangling line. Rip. I at least wanted to hear it for myself. I don't know. I'll see you later.そういうのは私に任せてよ。あれ、おい、ゴーパーが逃げたぞ。あ、ら、お前か。久しいな、友人よ。あらら、おやおや、あなたもここを散歩してたのかい？この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃ。わしらが開口する機会を与えてくれた。グオパーはあなたのことがわからないが、それでも喜んでおる。グオパー、いろんなことを忘れちゃったのに、それでも親しい人を感じ取れるのか。友情とは元から時代を超えて存在するものだ。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？名月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかる。この感情と風景の中、星々に照らされ月を追って思いを馳せる。亡き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意を追求し、先週の城を周遊する。これらすべてを月追いという。わしは随分と年を取ってしまったから、何を見ても感傷に浸ってしまう。しかし子供たちを見ていると、そこに美しさを感じ取れるんじゃ。豊かな生命力が地下から湧き出るように、この一千万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい。旅人、あなたに見届けられたこの月酔い祭はさらに面白いものとなった。シャンリンにお茶を入れてもらうといい。ゆっくりとお茶を味わいながら思う存分語らうといいじゃろう。Climax really was today's, I mean, part two of the story.
Oh, Xiangling's here again. Chat for a little bit. お客さんがいっぱい。どんな料理がいいかな？鶏肉、魚、エビもあるから、天津を2つ作って、そして炒め物も。みんなきっと喜んでくれるよね。Back to cooking as usual. Alright, that was it. Pretty lit for that segment of cutscene segment, cinematic. Yeah, let's see what they have to say. We can talk to Goba?We have to talk to Goba first, right? 万民堂の料理はいずれも美味であるため、よくここに来るんだ。その通り。シャンリンは百年に一人の料理の天才じゃろ？若くしてこのような造形があるとは。やはり傑出した人物は頭角を現すのも早いのだろう。Oh, that was that. I think that's everybody. I don't think the things or whoever is waiting for us anywhere, right? Okay, we're gonna end this portion of the storyline. So, yeah, thanks guys on YouTube watching us. And yeah, hope to catch you guys in the next video. Peace out.